はい、微笑塚古墳が車入れないんでね、うろうろしてまして、結局こちらの方の古墳見てみましょうか。古墳っていうのかね、中山美紀さんのお墓で見てみましょう。大塚古墳はね、住宅街を抜けるんやけど、もうみんな侵入禁止でね、うろうろしてまして、結局たどり着きませんで、ここは2回目でしたかね。以前来た時はね、参拝された方がいらっしゃったんやけどね、今日は誰もいないね。 U ターンするけど、あと行かれへんやろ、さっきから行けないんですよ、大塚古墳に。もう20分ぐらいうろうろしたけどね、結局たどり着かず、ほな美紀さんの墓があったんでね、残りちょっとご挨拶しとこう。天理教のね、創始者の方がそうですんでね、いやーすごいお墓になってますね。江戸時代のぐらいにね始められて、いやーすごいね、この墓すごいございます。ありがとうございます。今ね、天理教はこの丘の下にね、いっぱい建物並んでますこれ、ね、独特な屋根の形してるんでね、ほんで市の名前が天理市でございますから珍しいでしょ、ね、おお、これは二条山やな、珍しいとこでございますね。宗教団体の名前がね、市の名前についてね、ついてますから、2割から2割5分ぐらいの方がね、天理教だらしいけどね、そんなこと聞いてるんやけどね。だから市のね、いろんな道路計画とかなんかはね、全部で、ね、天理教の方と打ち合わせやりますと言うて、なんでか言うとね、非常にね、天理教 の土地が広いんでね、道路一つ作りにしてもね、天理教の方とね打ち合わせするそうです。はい、これがそうです。こっちがね、天理教。天理教の本部見えるかね。本部はちょっと見えんか。ちょっとわからんかな。本部の横を通って来たんだけど、今ね。今日は祭日やから、あの市内も天理教の中もね、ガラガラやったけど。はい。どうな作りになってますかね。ああ、ちょっと見えないか。古墳みたいな作り方じゃないか。まあそこに埋葬されたんかね。なんかどっかで一回埋葬されて、これ追葬というのを聞いてたけどね。ああ、綺麗にしてありますわ。で、横がこの墓地になってるんですよ、これ。ああ、車だいぶ止まってるね。お参り来てありますわ、はい。いやー、すごいね、この墓地は。中山美紀さんのね、墓地もすごいけど、幅がどれぐらいあるんだろう、これ。幅が30メートルぐらいあるか。残念やな、中はちょっとね、ちょっと見にくいね、中がね。奥行きもそろそろあるんですよね。奥行きも見えますわ。そうやね、40メートルないぐらいか、35メートルの方法みたいな感じになってるね。え、江戸時代って明治時代やったんけ、天理教さんは。違うかな、明治時代になんか、江戸時代のはずやったね。明治時代にここに教祖の墓を建てたってことかな、はい、やっぱり凛としてますよね、お墓。はい、ありがとうございます。天理市内が一望できますからね、ここね、すごいところにね、お墓ができますよ、できてますよ。はい、下の方はね、
天理教の施設がいっぱいでございます。はい、見下ろすことができますよ。高台の明治ね、中山美さんのね、墓あるんですけどね。はい、ありがとうございました。